俺一人で帰れるっす。どうせ軽い火傷だし。いいからあんな。ミッドガルを出ていくかね。あとはマコーロキム。マコーロのニュースが届いているかもしれない。ここがジェシーんち。男子は立ち入り禁止っす。役者志望の女子たちと暮らしてるから変な気起こしちゃダメですよ兄貴。ああ、念のため警告っす。みんな噂好きなんで。アバランチのことはバレないのか。そこは役者だから。あ、もう一回警告。兄貴も本気にしちゃダメっすよ。何のことだ。女はみんな大女優っす。男は立ち入り禁止ですってば。スラム住民にもできる魔法炉の秘密の仕事。明日、5番目。ほらほらにゃる、バニーパス。みんな挨拶。今日の門番はこの三兄弟。じゃあ。見送りどうもっす。手当て忘れるなよ。了解っす兄貴。その呼び方。
いいだろ。やだ。また爆破があるんじゃないか。時間だ。ああ、ずっといなかったね。散歩だ。はあ、そうだ、ジョニーと会ったよ。ミッドガルを出るって。ん？ああ、あいつか。クラウドはしばらくミッドガルだよね。あ、古い友達がピンチらしくてな。そんな時は助けるって約束したんだ。あの頃に想像していたピンチってこんなんじゃなかったな。話したいなら聞くぞ。あれ？なんか雰囲気変わった？俺か？柔らかくなったような。変化？ううん、いい感じ。これならマリンも怖がらないと思う。帰ってきたって分かったらホッとしちゃった。はあ、すごい睡魔。いろいろ話したいけど今夜はもう眠った方がいいみたい。ああ、おやすみなさい。おやすみ、ティファ。どうした？来て！早く！もう！作戦に出ようとしたらあれがたくさん押し寄せてきて。状況は？バレットとジェシーが戦ってる。でもいつまで持つか。合流しよう。うん。もちろん。店まで急ぐぞ。先手だ。はっ！
触すると見えるよ。それ以上のことは。ソルジャーでも知らないんだ。また急げるのに。他の道は。うん、こっち。ここもか。もしかして私たちの邪魔してる？クラウド、こっち。嘘でしょ。まるで洪水だね。流される。うん、ついてく。行くぞ。うるせろ。
よ。頼んだ。頑張るね、クラウド。待ってて。これで決める。すまない。任せて。このケジラ逃がさない。届く。じゃうじゃばよ。まあこの吐きだめじゃどんな突然変異がいても不思議じゃねえ。たくマコーロってのは。大丈夫か。平気って言いたいところだけど。本当嫌になる。クラウドに迷惑かけっぱなし。気にするな。その足、大丈夫っすか？騒ぎすぎ。全然平気。でも、しばらくは安静にした方が。ダメ。無理すんな。ジェシーは留守番だ。え？作戦はどうするの？ビックスはもう潜入しちゃってる。今さら中止にはできないでしょ？ああ、俺が頑張りゃいい。余計心配。俺がジェシーの分まで頑張るっす。お前、今から出られるよな。報酬は割り増しだ。おお、任しとけ。よし、クラウドを入れて作戦再開だ。私の分までかき回して。ウェッジ、お前はジェシーとマリンを頼む。俺は元気っすよ。二人を任せられるのはお前だけだ。よし、仕切り直しだ。ターゲットは5番マコーロ。各自準備を整えて駅に集合。
準備の足しにしろ。金額の文句は受け付けねえぞ。頼むぜ、ソルジャーさんよ。兄貴、気をつけて。また舞台に出そびれちゃった。本番に弱いのかな、私。またチャンスはあるさ。あ、慰めてくれてる？ありがとう。力を抜こう。え？緊張してるだろ。ありがとう。よし、行こう。
来たバイク。魔法を使って何が悪い。アバランチは俺らの敵だったんだ。スラムに住みたいって人。アバランチなんかに負けちゃいや。クラウドさん、あなたは想定以上の逸材です。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いしますね。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願い。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。今日は特別だね。僕もう耐えられない。いいわ、私もよ。おう、列車が来たらそっからが作戦だ。準備はできてんだろうな。ビックス、もう始めてるのかな。早いとこ巻き返さねえとな。どうしても今日なのか。動き出したら止められねえんだよ。大勢の同志が動いてくれたんだ。爆破の予告もしちまってる。魔航路止めないと今日もやるってな。悪いのはシルダだ。しれっとしてろ。